まあ、しっかり KO で勝って、初防衛成功させたいですね。大体フックですね。パンチラブには自信あるんで、3ラウンドぐらいで倒したいと思います。えぐり取る戦慄の一撃は黒い稲妻の落とし。東洋太平洋バンタム級チャンピオン、漆黒の壊し屋中島和樹。初のベルト防衛をかけた王座争奪戦に挑む。ちょっと待て、そのベルトを取り返しに来た。返り咲け剛腕スラッガー栗原啓太。今年1月防衛戦にて井上拓真に敗れ王座陥落。この子がすごいショックを受けた。なんであの人のパパのベルト持ってるのって言ってたもんね、試合終わった時に。意味わかんない。だがチャンスはもう一度回ってきた。中島選手に勝って、まあ、その先の世界をやっぱり目指したい、まあ、取り返して子供たちを喜ばせたいですね。あんまりわからないですね、相手のことは。あんまそんな気にしてないから。あ、全然気にしてないです。あ、日本選手はあんまりないですね。僕が倒して終わりです。ここで負けてたらもう世界は無理なのかなっていうのは自分でも思うんで、敗戦の陣に向かって、まあ、しっかり勝って世界でっていうところですね。そのベルトは世界へのパスポート。本当のてっぺん決めようや。東洋太平洋バンタム級王者、漆黒の壊し屋中島和樹 VS ザ・スラッガー栗原啓太。